かかってきやがれ。行くぞ。やっディア。行くぜ。負けられない。行くぞ。エニグマ、駆動。私の番ね。エニグマ、駆動。おっしゃ。さて、タ。まだまだいける。よし、一気に行くぞ。アイサ、行くぞ。エンディア。チャンスです。皆さん、お願いします。アイサ。データ収集終了しました。やっと。よし、一気に行くぞ。アイサ、俺の番だな。やっディア。今だわ。みんな行こうよ。オッケーです。了解。なんとかなったわね。とっとと終わらせるぞ。行くぞ。やっはっ。さてと、そこ。はい。へい。任せろ。ぜい。任せてくれ。私の番ね。そこ行きます。そこです。データ収集終了しました。行くぞみんな。俺の番だな。やっと。任せて。そこ。よっしゃ。ぜい。ちょろいぜ。
歯ごたえありそうじゃねえか。よし。私の番です。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー。出力最大。エーテル。バスト。行くぜ。行くぞ。任せて。すまない。みんな。俺の番だな。
はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ああ、俺だ。調子の方はどうだ？セルゲイ課長、ちょうど今手配されていた魔獣を倒したところです。順調だ。結構結構。今はどこにいる？ジオフロントを出たところですが。了解です。それで一体何を操作すれば？南東エリアにある旧市街、急いでそちらへ向かい。住民から警察に連絡があった。厄介な二組の不良集団が喧嘩を始めようとしてるらしい。え？後腐れがないように止めてこい。以上だ。待ってください。喧嘩を止めろって、それって捜査任務じゃ。ってもう切れてるし。課長から一体何だったの？その調子だとろくでもない話っぽそうだな。いや、それがさ、旧市街の不良集団。旧市街、そんな場所があんのか。データベースによると、確かサーベルバイパーとテスタメンツという2チームが旧市街で徒党を組んでるらしいです。喧嘩などは日常茶飯事だとか。俺が町を離れていた間にそんな連中が出てきてたのか。まあいい、とにかく急いで旧市街に行ってみよう。小競り合いが始まる前になんとか止める必要がありそうだ。ええ、そうね。ところでロイド、旧市街ってのはどこにあるんだ？ああ、東通りに出てから小さな陸橋を南に渡った先だよ。まずは東通りに行ってみよう。おう。
あれは。おお、一触即発みたいだな。あうおう、青坊主ども。あんまり調子こいてるとマジでぶち殺すぞ。とっきにネタ上がってたよ。てめえらクソ汚いマネしたってよ。これだから低能な連中は君たちごときチンピラに卑怯なマネをするまでもない。そちらこそよくも仲間を病院送りにしてくれたな。目には目を、歯には歯を、覚悟してもらうぞ。上等だよこの青坊主ども。バルドさんが出るまでもね。こちらこそワジの手を煩わせるまでもない。総員聖戦の準備、バイパーどもを殲滅する。待った。なんで？見かけない顔だ。双方、喧嘩を中止してくれ。ここは公共の広場だ。他の住民が迷惑している。はぁ、あ、なんだお前、いきなり現れて口出しを。まあ、普通そうだわな。どうするの？はぁ、あ、クロスベル警察、特務支援課の者だ。付近住民の要請により君たちの喧嘩を止めに来た。はぁ、あ、警察だ。ふかひこいてんじゃねえぞ。ほとんど警官も寄りつかないのに、そんなわけがあるか。まったく、つくならもっとマシな嘘をつきたまえ。とにかく君たちがしている喧嘩は他の住民にとって迷惑なんだ。そんなに喧嘩がしたけりゃ町の外でやってきたらどうだ。いい運動になるだろうぜ。はあ、上等だ。この旧市街で俺たちにそんな口が聞けるとはな。ここにはここのルールがある。興味本位で口を出すつもりだ。痛い目になった。ダメだな、これは。結局、こうなるわけですか。仕方ないわね。なんだよ。よく見たら、可愛い子ちゃんたちと一緒かよ。彼女にかっこいいとこを見せてやろうってつもりか。なあなあ、そんなのいちほって俺たちとデートだろしね。アホだな君たちは。ナンパなんかしてる場合か。じゃ、邪魔者を追っ払ったら改めて戦闘開始する。いいな、赤マムシども。なあ、上等だよ。そんじゃサクッとボコボコにすっかな。とっとと終わらせるぞ。任せてくれ。任せてくれ。セッティング。
っしゃ。行くぞ。やっ、行きます。そこです。行くぜ。素人じゃない。女どももただの連れかと思ったが、あの杖はなんだ。ビリビリ来たぞ。やっぱ遊撃じゃねえか。いや、だからさっきから警察だって言ってるし。よっぽど信用ないのね。上等だ。こうなったら全員でぶちのめしてやる。我々も遅れを取るな。たとえ相手が遊撃士でもテスタメンツの誇りを見せろ。おいおい、何やってやがる。その辺にしときなよ。バルドさん、マジ来てたのか。もしかして両チームのヘッドのお出ましのようだな。人が昼寝をしてる間に楽しそうなことをしてるじゃねえか。なあお前ら、こいつは一体どういうつもりだ。なんと言いますか、青坊主どもにお仕置きをしようとしたら、この変な連中がですね。タコが先走るなって言ったろうが。てめえら前座がしゃしゃり出て俺様の顔を潰すつもりかよ。めそうもない。バルドさんの顔を潰すなんて、そんなことはこれっぽっちも。君たちも一体どういうつもりかな。僕の言ったことが聞けないっていうわけ。だがマジ、こいつらが絡んでくるからつい。言い訳はいい。俺たちはワジの手足。余計な気を回す必要はない。分かった。猛省する。ま、分かってくれればそれでいいけどね。相変わらず気色の悪い連中だぜ。射程にそんな格好させてどこぞの宗教家気取りかよ。別に僕がその格好を強制してるわけじゃないけどね。そっちの方こそ手下に当たり散らしてばかりだと、お山の大将が知れるってもんだよ。なんだ。どういう関係なのかしら。まあそれはともかく、君たち警察の人って本当？とてもそうは見えないけど。そこそこやりそうだがな。特にそこの赤毛、いいガタしてんじゃねえか。そりゃどうも、あんたほどじゃないけどな。まあそっちの姉ちゃんたちはとても警察には見えねえけどな。なかなかの上玉じゃねえか。それはどうも。
新人だけど、一応全員警察の人間だ。特務支援課、発足されたばかりの新部署に所属している。へえ、今日出たクロスベルタイムズに載っていたあれか。クロスベルタイムズに載っていたって、まさか子供たちを助けた時の。なんだこいつら、何かやったのか。ああ、ギルドのカマセイヌとして大活躍だったみたいだよ。いや、ごめんごめん、一応少しは役立ったんだっけ。グッグッいじめるのはこのくらいにしておいて。やあ、僕はワジ、ワジヘミスフィア。一応テスタメンツのヘッドをしてるみたいだよ。なぜ基本兵を使う。だって君の方がいかにもヘッドじゃないかハゲ頭だけにヘッドが光ってるしね。ふん、誰事はそこまでだ。バルド、バルド・バレスだ。サーベル・バイパーのヘッドをやってる。ワジにバルドか。改めてクロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスだ。二人ともどうやらこれ以上ことを構えるつもりはなさそうだし、ここは任せてもいいのかな。な、何がおかしい。いやいや、おめでたいなと思ってさ。ことを構えるつもりがない。何寝ぼけたことを言ってんだ。何、この場で手を引くのは単に準備が済んでないから。準備が終わり次第徹底的にやり合うつもりだよ。それも今までみたいなせこい小競り合いじゃねえ。どちらが生き残るかお互い潰し合うつもりでな。な、おいおい、殺し合いでもするつもりかよ。そうなっても不思議じゃねえだろうな。ま、どちらが地平道を吐くかは分かりきってるけどよ。言ってなよ。ま、どっちにしてもお呼びじゃないってことさ。腰抜けの警察、まして君たちみたいな若造はね。行くぞてめえら。おっす。こちらも引き上げるよ。了解だ。困った人たちね。それにどちらもかなり本気みたいだったわ。ああ、あの調子だと数日中にやり合うつもりだ。血を見るぞ、あの様子じゃ。でも課長からの任務は一応終えた形にはなりますし、これ以上は任務外なのでは。いや、それじゃあ本当の意味で任務を終わらせたことにはならない。ここで放置したら警察に対する市民の信頼はいつまでも回復できないだろう。まあ確かにそうね。知ってしまった以上は何とかして止めるべきだわ。でもよ、そいつは結構難しいんじゃないか。お互い仲良くしろなんて聞くような連中じゃないだろう。そうだな。
本部に状況を報告して旧市街の巡回強化を提案するしかなさそうだな。あの数が衝突したら俺たちだけでなんとかなるとはちょっと思えない。確かに警官隊の巡回なら抑止力はあるかもしれないわね。そう、うまくいくかね。データベースによればここ最近旧市街での巡回が大幅に減らされているようです。予算の削減が名目らしいですが。そうなのか。くそ、完全に放置することに決めたって感じだな。そうなると提案するだけ無駄かもしれないわね。待てよ、そういえばどうしてあの2チームは潰し合うつもりなんだ。どうしてって、そりゃ縄張り争いだの意地の張り合いってやつだろ。いや、それだけじゃ普通本気の潰し合いにはならない。利害が絡んでいるならともかく町の不良同士のいざこざだ。どうして念入りに準備してまで徹底的に潰し合う必要がある。驚きました。ええ、私も。なるほどね。なんだよ、そんなに変なこと言ったかな。さすが捜査官の資格を持っているだけはあるなって。いいとこついてると思うぜ。見たところヘッド同士がそこまで険悪な関係って雰囲気でもなかったしな。多分理由があるのではないかと。当事者以外は知らない本気で争うだけの理由が。ああ、まさに俺もそう思ってさ。だったらやるべきことは一つだろ。だな。サーベルバイパーのテスタメンツ、まずはどちらに話を聞きに行くべきかしら。Thank you.
ビリヤード台？プールバーってやつか。なかなかいい趣味してるぜ。トリニティ、一応認可を受けた店ですね。なるほど、ここはテスタメンツのたまり場か。何用だ？君たちは警察？先ほどはどうも。一応営業してるみたいだね。邪魔させてもらうよ。抜け抜けと。何の用だ？返答次第ではただでは返さん。さあ、先ほどの借りもまとめて返させてもらう。待て。アッパス。なぜ止める？ここは聖域。余計な雑音を立てるな。マジ、どうする？そうだね。いいんじゃない？ここに通しちゃっても。わかった。どうも。なんだ、このノリは。何かの儀式みたいね。で、何？警察はお呼びじゃないって言ったはずだけど。そちらに用がなくてもこちらにはあってね。君たちに少しばかり捜査に協力してほしいんだ。捜査ね。言っておくけど、バイパーと決着をつけるのをやめるつもりはないよ。近所の住民には迷惑だろうけど、ま、我慢してもらうしかないよね。別に君たちの争いを止めに来たわけじゃない。君たちが本気で潰し合おうとしている理由、それを聞かせてもらいに来た。へえ。それは口を出すな。全てワジに任せろ。その様子だと本当に何かあるみたいだな。どうか聞かせてくれないか。あのさ、それを知ってどうするの？遊撃士ならまだしも、警察が何かしてくれるわけ？僕たちダウンタウンに住む厄介者のバッドボーイズにさ。警察の対応が不十分なのは認めるよ。理由を知ったからといって君たちに協力できるとも限らない。人を守るのが仕事だっていう遊撃士と同じわけじゃないからね。おい、ちょっとライダー。やれやれ、お話にならないな。ギブアンドテイクなしに情報だけを引き出すつもりかい？いや、ギブならあるさ。捜査官の仕事は闇に埋もれた真実を明らかにして人と社会に光をもたらすこと。少なくとも俺はそんな風に教えられてきた。もし君たちがほんの少しでも疑念という闇を抱えているのなら、それを晴らす手伝いはできると思う。それが俺たちの提供できるギブさ。こりゃまた。いいね、すごくいいよ。そんな臭いセリフそうそう聞けるもんじゃない。ロイドって言ったっけ？いや、気に入っちゃったよ。別に受けを取るために言ったんじゃないけどな。それでどうなんだ？本気で潰し合う理由、教えてくれる気はあるのか？まあいいか。
あんな決め台詞まで聞かされて、おひねりを出さないほどケチじゃない。アッパス、教えちゃっていいよ。分かった。名乗っていなかったな。俺はアッパス、テスタメンツの一員だ。ああ、よろしく。でかいな。何かやってるのか。事の発端は5日前の夜だ。うちのメンバーの一人がこの近くの裏路地でバイパーどもの闇討ちにあった。闇討ち？そのただの喧嘩ではなくて？喧嘩なものか。後頭部に一撃食らって倒れたところをめった打ちだぞ。一方的な襲撃だ。やられた奴は病院に運ばれている。そいつはエグいな。その容体の方はどうなんだ？病院からの連絡ではまだ意識が戻らないらしい。手当ては済んだようだが、頭を打ったらしいからな。今連絡を待っているところだ。そうか。あの、やっぱり警察には届け出なかったの？伝えたところで我々のために動くとはとても思えんからな。それに犯人は明確だ。報復の邪魔をされては困る。そう。待ってください。襲われた人はまだ意識が戻ってないそうですけど、ならどうしてその人がサーベルバイパーに襲われたと分かったんですか？そういえば、ひょっとして状況証拠だけなのか。まあそこまで僕たちも短絡的じゃないよ。何せうちは連中と違って知性派で売ってるらしいからね。たかが不良に知性派ってのもどうかと思うけど。マジ？僕たちが彼らの仕業と断定した理由、捜査官の君なら見当がつくんじゃないの？そうだな。そのメンバーが襲われた場所、それが決め手になったんじゃないか。うん、さっきも言ったけど、襲われた場所は近くの裏路地だ。バイパーの連中が通ることもあるけど、ちょっと決め手にはならないね。そうか。決め手となったのは襲われたメンバーの傷跡だ。主に打撃によるものだったが、同時に裂傷も目立っていてな。まるで固く尖ったもので引き裂いたような感じだった。打撃による傷跡と固く尖ったものによる裂傷。なるほど、連中が持ってた釘付きの棍棒か。確かに犯人の目星としては決定的かもしれませんね。話は大体分かった。ありがとう、参考になったよ。それはいいけど、何？その情報だけでいいの？報復はやめろとか改めて言ったりしないわけ？個人的にはもちろん止めたいところだけど、今はまだ判断材料が少なすぎる。サーベルバイパーの話も聞いて、何か分かったら連絡させてもらうさ。なるほど、あくまで捜査にこだわりたいのか。なら面白い話が聞けるのを楽しみにさせてもらおうかな。まあそうならなかったら血の雨が降るだけの話だけどね。わかった、せいぜいご期待に添えるよう面白い話を持ってくるさ。
また来たのかよ。だからお前らみたいな警察とバルドさんが話をするもんか。とっとと帰れよな。困ったな。というか不良にしては随分可愛らしい小僧だな。ねえあなたお名前は？リーノだけど。そう、リーノくんね。リーノくんはここで不審な人間を見張っているのかしら。そうさ、バルドさんに頼まれてテスタメンツどもが入らないようここで見張りをしてるんだ。別に他の先輩たちに押し付けられたんじゃないからな。なるほど、立派な役目ね。でも私たちはテスタメンツの一員じゃないわ。だったら案内してくれてもいいんじゃないかしら。だけどさっき先輩たちと戦ってたし、そんな奴らを案内したら戦ったと言ってもあのくらいあなたたちにとったら挨拶みたいなものでしょ。あなたたちのリーダーだって気にしていないみたいだったし。でもそれでも信用できないのなら。おい、エリーさん。どうぞ、私の銃をあなたに預けてもいいわ。大切にしているものだからちゃんと返してほしいけど。いいよ、そこまでしなくてもさ。バルドさんに聞いてくる。絶対に入ってくんなよな。やれやれ、大胆だね。びっくりしました。すごいな、エリーは。あんな交渉の仕方、俺にはとても無理だよこういった交渉は結構慣れているから任せて。でもあのバルドって人には通用しないと思うわ。ワジ君の時みたいにあなたが話した方がいいと思う。なあ、分かってる。バルドさんがお呼びだ。入ってもいいけど、変なことをしたらただじゃ済まないからな。ありがとう。それじゃ、失礼するよ。生かした場所をたまり場にしてやがるな待ってたぞ。こいつらよくも抜け抜けとわざわざ隙間にされに来やがったのか。どうやら青坊主どもからは一通り話は聞いたみてえだな。それでどうした？俺たちを逮捕しに来たのかよ。いや、捜査に協力してもらいたいだけさ。君たちが本気で潰し合う理由、それを君たちの方からも聞かせてもらいたいんだ。おい、どういうことだ？テスタメンツの事情聴取で理由は分かったはずでは。真実は見ている人間によってさまざまな姿形に捉えられる。だからいくつもの証言を照らし合わせてみないと本当の真実は見極められない。それも捜査官の仕事だよ。なるほどね。情報の多角的分析が必要ということですか。素直に俺たちを悪役にしときゃ話は簡単だったのによ。バルドさん。なあ警察の小僧、
仮にお前らの知りたい情報を俺たちが持っているとして、それを渡す見返りにお前たちは何をくれるんだ。それはどうやらあんたには真実じゃ不足みたいだな。当たり前だ。俺はな、とにかく暴れられやいいんだよ。この血の限りをスカッとさせてくれるんなら何だって構わねえんだ。俺たち全員相手に勝てりゃ何だって話してやるよ。ワッダメだ。正当防衛ならともかく俺たちに死闘は許されない。おいおい、アマちゃんなことを抜かしてんじゃねえよ。喧嘩は嫌だってんなら、そうだ、その女どもをしばらく預けてもらおうか。どこかに行ってくれりゃいい。そうすりゃ知りたいことは何だって話をしてやるよ。そうだな、もう一ついい提案がある。一対一のタイマー、あくまで練習試合の名目だ。俺がしのいだら、あんたが知ってることを洗いざらい喋ってみよう。そんな思考はどうだ。ちょっと。おいおい、むちゃくちゃです。アホかお前。そこの赤毛ならともかく、どれだけの体格差だと思う。これでも捜査官だ。それなりに訓練を受けている。町のシンデラ風情、遅れを取るつもりはないさ。上等だよ。まさか奴以外にこの俺様にタイマンを売る大バカ野郎がいるとはな。いいだろう小僧。サーベルバイパーのヘッド、バルドバレスのお肉だけしのげるもんならしのいでみやがれ。とっとと来いや。さあかかってこい。よし、ヘッド。よし、よし。
捕まえたぜ。死ねえ。行くぞ。Yeah.
よし、もう大丈夫だ。勝った。やるじゃん。やりやがったな。まさかここまで食い下がってくるとは。バルドさん、てめえよくもバルドさんを。せえ、足を滑らせただけだ。化け物か、こいつ。なかなかいい肩慣らしになったぞ。本当だったら本格的にやり合ってるところだ。ヤツとの決戦が近づいてるし、このくらいで勘弁してやるぜ。そりゃありがたいね。それで話は聞かせてくれるのか。いいだろう。5日前の夜のことだ。うちのメンバーの一人が青坊主どもの闇討ちにあった。ここを出て冬の場所だ。それって奴らも似たようなことを言ってたんだろうが、こっちを見なせりゃそんな言いがかりってもんだ。俺たちサーベルバイパーは武闘派で鳴らしている。闇討ちなんて汚ねえまでするわけがねえだろうが。その闇討ちにあったメンバーは打撲による骨折で全治1ヶ月の入院だとよ。ああ、青坊主のところみたいに意識不明ってわけじゃねえが、怪我だけってことならむしろ重たいくらいだぞ。そうか。しかしテスタメンツの連中にやられたってのは確かなのか。意識が戻ってるのなら目撃証拠はあるんだろうが。まさか見ていないのか。まあな。だが青坊主ともやったのは間違いねえ。いきなり遠くの方から石が飛んできたらしいからな。石ってテスタメンツの人が使っていたスリングショットですね。ああ、それだ。それを食らって倒れたところをタコ殴りにされたらしくてな。あとは気を失ったらしいが、犯人は言うまでもないだろうな。話は終わりだ。さっきも言ったように細かい事情はどうだっていい。青坊主どもと奴とケリがつけられるならもう何だっていいんだよ。邪魔するってんならいいぜ。青坊主どもとまとめて叩き潰してやるからよ。挑発には乗らないさ。捜査協力感謝する。いろいろと参考になりそうだ。何か判明したら一応連絡させてもらうよ。ふん、まあ勝手にしやがれ。
うことかしら。どちらのメンバーも闇討ちに遭っているなんて。どちらかが嘘をついている、そういうわけでもなさそうですね。どうしたの？まさかさっきの怠慢でどこかやられちまったか。ああ、いや、向こうも手加減してたし大したことはないさ。ただ少し妙だと思ってね。妙ですか？ああ、どちらも5日前の夜、違う場所で同時に襲われている。お互いが偶然相手のメンバーを闇討ちするつもりだったとしても、同時にそれだけの人数が動いてたらお互いに気づかないってことがあるか。確かにそうだな。戦闘のプロ同士でもない限り普通なら考えられない状況だぜ。ではどちらかが先にやられてその報復のため動いたというのは。それもおかしいわ。当然先に闇討ちした方は相手の報復を警戒するはず。なのにどちらのメンバーもあっけなく不意をつかれている。そういうことよね、ロイド。ああ、この事件何かがおかしい。必要なパズルのピースが欠けてしまっているみたいな。ふふん、お困りのようね。あなたはクロスベルタイムズの。ハロハロ、また会っちゃったわね。おっと、いい構図。肖像権侵害です。いや、職業柄いい絵が撮れそうだと反射的にやっちゃうのよね。まあ記事の写真に使うかもしれないんだし、ケチケチしないでほしいな。あのですね、なんだか面白い記事を書かれたみたいですけど、またそんな記事を書いて笑い物にするつもりですか？おかげであの記事結構評判みたいでね。それよりもなんだか今度は面白いネタに絡んでるみたいね。ちょっとお姉さんの取材に協力してくれないかしら。この前の記事のお礼としてお姉さんがおごってあげるからさ。捜査中の情報を部外者に簡単に漏らせるわけないでしょ。それもマスコミの人間なんかに。もう釣れないな。せっかく美味しい東方料理をご馳走してあげるのに、デザートとしてかけたパズルのピース。なるほど、情報交換ってことか。その気があるなら東通りに出たところにある流浪飯店にいらっしゃい。お姉さん先に一人で飲んで待っててあげるから。そうそう、まだ名乗ってなかったわね。クロスベルタイムズの記者グレイス・リンよ。グレイスお姉さんって呼んでね。グレイス・リン、クロスベルタイムズの記者か。うさんくさそうな姉さんだが、いろいろと情報は持ってそうだ。ここは誘いに乗ってみるか。ごちそうになるかはともかく、話を聞くだけは聞いてみよう。本部が当てにならない以上、少しでも多く情報が欲しいところだ。そうね、記者なら情報通でしょうし、ただ話しすぎないようこちらも気をつけておかないと。同感です。気を抜いたらどこまでもズーズーしくしてくるタイプかと。散々な言われようだな。